皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の歴史、今回は日本にやってくる外国船ということで、江戸時代の末期、日本近海にイギリスやフランス、アメリカの船が頻繁に現れるようになったこと、このことについてお話ししていきます。江戸時代、寛政の改革、天保の改革の頃、日本近海にヨーロッパ、特にイギリス、フランスですね、そしてアメリカの船、これが頻繁に現れるようになりました。これはなぜかというと、ヨーロッパではまず産業革命、イギリスで始まりましたよね。これがヨーロッパ全体に広がっていって、製品を機械化によって大量に安く作れるようになった。この機械を動かすための燃料や製品を作るための原料、そして製品を売るための市場を求めて、イギリスやフランスはアジアの植民地化に乗り出したということです。そしてアメリカは当時太平洋の捕鯨が盛んでした。その捕鯨船の燃料や水や食料、これを補給するために日本の港を使いたかった。こういうことでこれらの船が日本近海に頻繁に現れるようになったんですね。ではどこの国の船が現れていたかというのを時代を追って、説明していきたいと思います。1792年、ロシアのラスマンという人がロシアに漂着した大黒屋光太夫という人を送り届けるために根室にやってきました。この時通商、つまり貿易を日本に求めたんですけれど、幕府はこれを断りました。その代わりこのラスマンに長崎、ここの入港許可書、長崎の港に入ってきていいよという入港許可書をこれ渡しました。そしてしばらく経ってその入港許可書を持ってロシアからやってきます。1804年、ロシアのレザノフという人が入港許可書を持って長崎に入港しました。もちろん貿易しようよと交易を求めたんですけれど、幕府は鎖国を理由にこれを断ったんですね。入港許可書を渡しておいて、ね、12年も経ってわざわざ来てやったのに貿易してくれないのということで、レザノフという人はね、めちゃくちゃ怒ったんですよ。そして当時千島列島に住んでいた日本人の村、ここを襲ったりしています。ひどいですよね。いくら怒ったからといってもね、そんなとこ襲わなくてもいいのに、そんなことをしちゃったんですね。そして大事件が起きます。1808年、イギリスのフェートン号という船がオランダの国旗を掲げて長崎に入港しました。見ていれば、あ、オランダの船が入ってきたと日本人もオランダ人も思うわけです。でもね、これイギリスの船だったんです。このフェートン号、オランダ商館員を人質にして薪や飲料水、食料を奪って去っていきました。当時イギリスとフランスっていうのは敵対関係にありました。そしてオランダはフランス側だったんですね、当時。ですからイギリスにすれば、この敵から薪、燃料ね、水、食料を奪ったということなんですね。もちろんね、日本もこれ長崎奉行所ありますから対応しなきゃいけないんです。予定ではね、佐賀藩からね、3000人の人が出て警備をしている予定だったんですよ。でも実際はね、80人しかいなかった。3000人いる予定が80人ですよね。対処できません。ということで全く対処できないでフェートン号に逃げ去られてしまったと。もちろん幕府はこれを知って怒りました。ですからこの時の責任者は切腹をさせられています。その後、この事件の後、幕府は1825年外国船打ち払い令、または異国船打ち払い令と言いますけれど、こういう法令を出して、清とオランダ以外の外国船、これは理由を問わず、理由が何であっても、ね、撃退するように、入ってきたら大砲を撃って追い返せと、こういう命令を出しました。その後1837年にアメリカのモリソン号が日本人漂流者を送り届けながら日本に通商を求めにやってきました。ね、遭難した人たち、海で遭難した人たちを助けて日本に送り届けてきてくれた。でもね、
幕府外国製を支払いで出しています。理由を問わず撃退するんですよ。ですから幕府はこの船を砲撃、大砲でバーンと撃って追い返してしまいました。これをモリソン号事件と言います。このモリソン号事件の対応を批判した渡辺崋山と高野長英という人がいたんですけど、この二人は幕府に処罰されました。これを万社の獄と呼びます。その後、日本じゃないんですけどね、1842年に清が和平戦争でイギリスに敗れました。あの強いと思っていた清が簡単にイギリスに負けちゃったんですね。これを知った幕府は大慌てです。幕府はこの外国製打ち払い令やめちゃいました、ね、異国製打ち払い令やめ、こうなったわけですね。そして新しい法令を出します。それは清水給与令という法令です。で、来航した外国船に、薪や水、食料を与えて退去させる、帰ってもらうと、こういう方針に変えたんですね。その後1844年オランダ国王から、日本に開国を進める親書が届けられました、ね、開国した方が日本はいいよと、こういう、手紙がオランダの国王から届いたんですけれど、幕府はこれを無視しました。まだ鎖国を続けるという方針にしたんですね。そんな中、1846年アメリカの施設ビットルが軍艦2隻で浦賀の近くにやってきました。で、日本に通商を求めますが、幕府は交易、貿易する意思がないということを伝えて帰ってもらいました。このビットルという人はアメリカから日本が交易する意思があるかどうかを確かめてくるようにという命令を受けて日本にやってきたんですね。で、日本に交易の意思がないということが分かって、返事をもらってアメリカに帰ったんですけど、アメリカに帰った時、議会から何でもっと強く日本に接しなかったんだと、こうやって責められたんですね。そしていよいよあの軍艦4隻、黒船4隻でペリーがやってくると、こういう流れになるわけです。よろしいでしょうか。で、今回は日本にやってくる外国船というタイトルで時代を追ってその流れを説明してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。